ストピッチが行われます。ファーストピッチセレモニーはコンサドーレ、リレーションズチームのキャプテン河合隆二さんとレバンガ北海道の織茂武彦社長となります。お二人とも3年ぶりの投球ということになります。皆さんもご注目ください。このファーストピッチ打席に立っていただく杉谷選手、そして石井選手、よろしくお願いします。それでは河合さん、織茂さん、よろしくお願いします。ナイスボール、お二人ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ではまず小野さんから、はい、今日の投球振り返っていかがでしたか。いや楽しかったですね、本当に。もういつもワクワクドキドキで、まあ、今回は本当にね、2つボールは土がついて汚れてたんですけど、今回は真っさらで良かったと思います。はい、河合さんいかがでしたか。僕も2回目なんですけども、前回ショートバウンドをさせてしまったので、キャッチャーに届いてホッとしてます。楽しかったですね。僕は本当に野球が大好きで、子供の頃からずっと野球を見て育った人間なんですから、非常に思い入れがあると言いますか、逆にバスケより好きだってもう公言しちゃってるんで、なかなかあれなんですけど、非常にそういった意味ではね、本当に面白いスポーツですし、やっても見てもね、本当に楽しめると思いますので、はい、僕にとってはちょっと特別感のあるスポーツだと思います。岡田さんはいかがですか。僕は小学校の頃にこう遊び程度しか野球やったことないんですけども、こう日本のプロスポーツとしてはやっぱり見習うべきところがたくさんありますし、こう北海道にあるプロスポーツチームとしてお互いこう野球とサッカーで盛り上げていければいいなと常に考えているので、こういう関わり方っていうのは非常に嬉しく思いますし、あと北海道の皆さんにも元気、勇気を与えられるかなとは感じています。そうですね、まあ、我々バスケットという競技に関しては非常にプロになってからまだまだ野球サッカーに比べると歴史が浅いので、まあ、本当に、多くのことを学ばさせていただきながら、まあ、北海道の皆様に、ご縁していただいているというふうに思っているので、まあ、これからも野球サッカ バスケットと、まあ、この競技がしっかり、より良い方向に向かっていけるように、また北海道の皆さんもこのスポーツで元気に、していけるように我々、プログラムとしてしっかりと頑張っていきたいと思います。はい、はい、ファイターズさんもそうですけども、レバンガさんともいろいろな関わりを持っている中で、北海道の、プロスポーツチームが、球団がこう手を取り合って北海道のためにいろいろな活動をしていくことが北海道の皆さんにとってもいいことだと思いますし、子どもたちにとっていろんなスポーツが選択できる、そんな北海道にしていけたらいいなと思いますので、今後もぜひいろんな交流を持って北海道のために活動していきたいと思ってます。